開拓で今回はスシローさんにお邪魔しております。初めてですよね、スシローさんは。多分いろんなペアメニューとかもあったりするんで、どんぐらいいくかな、1万円いけるかなっていう感じで食べていきたいと思います。注文もこのタッチパネルから。 OK、 とりあえず到着した商品をお取りくださいすごい、よいしょ。いただきます。どうかな、ピザマグロ、うん、あ、マグロ美味しい、うん、うん、うん、おいしい。ビンチョウマグロ、うん、サーモン、醤油つけちゃおう、酢、うん、プロみたいな、到着した商品をお取りください。うん、雪原さん、もう知ってる、うん、うん、お漬けだよ、うん、これめっちゃ美味しい。到着した商品をお取りください。うん、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 すごい。グリル、あれがいい。生姜がすごいさっぱりするね。なんだっけ、イワシ？めっちゃ美味しい。あ、子供の頃光り物っていうのあんまり好んで食べなかったんだけど、めっちゃ美味しいね。大人になった気がする。生姜のさ。あ、めちゃくちゃ脂乗ってる。うん、そんなめちゃくちゃ美味しい。これ気になるよね。さあ、どうなっていらっしゃる。
めちゃくちゃふわふわしてる。塩が美味しいよね。間違いないでしょ。おっきい。うん。おっきい。カツオめっちゃ美味しいよ。最後すごい優しく来てくれる。お取りください。つやつや、いいね。はいはいはい、カニカニ、はい、よいしょ。揚げ揚げもちょっと熱いから、高い。美味しいじゃん。うん。ホタテ。カニ味噌美味しい。このカニめっちゃ美味しいね。到着した商品をお取りください。すっごいモリモリ。すごい。もこのレモンの食べ方がわかんないんだよね。このレモンは多分一緒に食べていいやつなんだ。美味しい。美味しい。白鳥がいい。頭上げてある。うん。超美味しい。
ちゃ美味しい。すごいボリューム。尻尾取ってある。何を頼んで何を頼んでないのか分かんなくなってきちゃった。到着した際にはお取りください。お肉、肉と白と茶色と紫。あ、美味しい。私は向こうイカが好きですね。ちょっとね、ちょっとした。お肉メニューあるの嬉しいよね。そうや、優しいよね。最後ツンってこっちの手に寄ってきてくれる。あ、やばい。到着した商品をお取りください。お帰り。すっごい。あ、甘辛いタレがかかってる。すごい余談なんですけど、子供の頃山かけマグロしか食べない子供だったんですよね。大好きでした、これ。うん、美味しい。到着した商品をお取りください。うん、おいしい。卵食べた瞬間すっごい満腹感が来て、今すごくない？おいしい。うん、うん、おいしい。到着した商品をお取りください。ワンタンが入る。お、めっちゃおいしい。すごいエビの味噌の感じが強い。めっちゃ美味しい。
これはお味噌汁がいいの。15分ぐらいかな。到着した商品をお取りください。すごい。塩なんちゃらってあるじゃないですか、塩アイスとか、あれの感じがする、あれに近い。ちょっとなんかしょっぱさもあって、幸せバターのポテトチップスの感じもすごいするし、めっちゃ美味しい。いや、美味しい。溶かしてみる。お腹いっぱい。キリーシで、お寿司はじりさとラーメンとデザートでした。美味しかったです。